二足歩行の巨大生物は西に向かって移動を続けており、こういう時はジードだ。じっとしててもどうにもなんない。何だ、この基地はあなたに譲渡されました。なぜならマスターはウルトラマンの遺伝子を受け継いでいますから。ジード、あの目の感じどこかで。今の君まるでベイラル。彼の父親はウルトラマンベイラルです。この番組は楽しい時を作る企業バンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りします。あ、ライター忘れちゃったな。あ、私火つけるよ。え？火をつけた。ああ、その子に会えますか。この避難所にはもういないよ。出てってもらったんだよ。気味悪いでしょ、念じるだけで火が出るなんて。追い出すの苦労したよ。ほらこの子。いやまあ、いやそうなんですけど、怪獣のこと思い出してよく泣いてたし、親も迷惑だっただろうな。あなた、マスコミ、これ、出る。なんだよ、しけてんな。帰って帰って。知りたいワイド、ありがとうございました。今日最初のニュースは、こちらに出演した巨大生物の話題です。先日、星山市に出現した巨大生物に対し、怪獣という呼称を用いることが本日正式に決定しました。6年前に出現したと噂される個体との関連を指摘する声もあり、怪獣6年か。危険性などを調査する研究チームの創設が急がれます。一方、怪獣と対峙した巨人はクライシスインパクト時に撮影された存在ではないかとの見方もあります。しかし当時を詳細に記録した映像は残っておらず、実証するのは困難だと言わざるを得ません。レム、決して飯がまずくなる。わかりました。よし、決めた。もうフュージョンライズしない。え、僕が出ていくとみんなが怯える。そうだろうレム。ネットの記事によれば、リクとベリアルを同一視して脅威を感じている人の割合は全体の 75%。 世間はあなたに怯えていると判断してよいでしょう。お、もしもし店長。ああ、無事だよ。避難所は出ちゃったけどさ、エルのおじいさんが郊外に倉庫持ってて今そこにいるんだ。うわあ、どうしたんですか店長。なんでもないよ。うん、
リク、立て込んでるからまたかけ直す。様子が変だ。行くぞペガ、ジードだ。ふん、じっとしててもどうにもならないだね。準備完了。レム、店長のところまで連れてって。はい、目的地の座標を教えてください。ペガ知ってる。原因は何だったんだ。怪獣のことを思い出したみたい。怖かったのよ。火が出るなんてどうしてこうなったんだろう。最初は手が熱いぐらいだったのに。そうか、あれも。ちょっと見てくる。大丈夫ですか。お兄ちゃん、しがみついてるだけでいいんだから。すいません、大丈夫ですか。ヘルメット邪魔。何なんだよ一体。ねえねえ、今変なもの見た。変なもの。エリちゃんがいた。エリちゃん。返しなさい。危ない。逃がさない。うわあ。ガノン。ハマって。なんてロボな女だ。ででエリちゃん、大丈夫。光に引き寄せられた。研究の邪魔は控えてもらう。あれは俺が見つけた光、渡さない。無駄だ。リトルスターは宿主からの分離が難しい。分離されるのは宿主が祈った時だけだ。ウルトラマンに。死ぬがいい。これはリトルスター。リトルスター、あの宇宙人はこれが欲しかったんだと思う。この子の周囲で起きた発火現象もこれと無縁とは言えないでしょうね。お兄ちゃん、やめろよ、不安がってるじゃないか。この光が
怪獣を引き寄せる。リトルスターの宿主を保護したが、この状況利用させてもらう。ゴモラ、レッドキング、これでエンドマークだ。ところで、あなたは誰？さっきのあのジャンプ、どうやったの？それに…僕は朝倉陸、この子の知り合い。そっちこそ誰？っていうか、それ…剣？私はトバライハ。これで怪獣を切りに来たの。ごめん、よく聞こえなかった。訂正する。怪獣が人間に戻ったところを切るの。怪獣が人間に戻る？あれは6年前と同じ。終わりはないみたい。しない。怪獣はあなたを狙ってくる。死にたくなかったら走りなさい。行こう。怪獣の出現を確認しました。住民の皆様は速やかに避難行動。どうした？エリがいないんです。ありがとう。逃げましょう、怪獣が来る。そうだな、みんな行こう。よし。やめろよペガ、足を掴むのは。何もしてないよペガは。じゃあどうして足が動かなくなったんだ？それは君の意志だ。僕の？君はベリアルの子供。でも君は君だ。じっとしてでもどうにもならない。見て、この前の。
には目的があるようです。目的？あなたへの追撃より移動を選択しました。光が怪獣を引き寄せる。本当だったんだ。こいつエリちゃんを狙ってる。まずいぞ、止めないと。オーバーヒートか。だが目的は達した。必要なカプセルはあと5つ。大丈夫かい？待って、友達なんだ。さっきのウルトラマン、あなただったの？ウルトラマン向こうに飛んでったけど。嘘、あなたがあれになるの見たし。リク、正体がバレた。もうダメだ。ありがとう。このことは誰にも言わない。私には私の目的があるし、もう行く。待って、情報交換しないか。話が聞きたいんだ。地下基地へご案内します。お乗りください。リトルスター。レムはそれ聞いたことある？その情報へのアクセスは禁止されているようです。開発者権限によってプロテクトされています。ウルトラマンレオ、格闘能力に優れた炎の闘志を持つ戦士だという。レムの分析によれば、エリちゃんの光が作用してこのカプセルは起動したらしい。発火現象は収まり、リトルスターは消えていた。もう怪獣や異星人に狙われることはないだろう。同居人が増えた。名前は鳥羽ライハ。情報と引き換えに基地の設備を使わせてあげることになった。レム、シャワー室はある？あります。シャンプーとコンディショナー？ありません。
今まで髪どうやって洗ってた？石鹸だけど。な。お箸で人を刺すのよくないよ。あ、はい、申しません。よし。看板を瓦礫から拾ってきた。僕たちの居場所。この基地を星雲荘と命名する。店長は妹さんの家で厄介になるらしい。電話したらお気に入りの作家の新刊を買ってきてほしいと頼まれた。あの、知り合いがファンなんです。サインしていただけませんか？構わないよ。これでいいかい？ありがとうございます。突然街に現れた強敵ダークロプスゼロ、そしてそれを追うようにあのウルトラ戦士が登場する。僕も負けてらんないぜ。新たなカプセルを使ってフュージョンライズだ。次回ウルトラマンジード、サラリーマンゼロ、燃やすぜ勇気。この番組は楽しい時を作る企業バンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。